まあ、ネクロに対してダッドリーいけるんですけど、ちょっとめんどくさい。なんかあのやり方分かってないとダッドリーが一方的に死ぬイメージありますね。ファングを食らってはいけない、これが一番まずい。マイレパン、マイレパン、ファングって多分全キャラ共通で多分食らっちゃうとダイヤ 0.5 ぐらいかかるんですよ。しゃがんでればうますぎ、それは偉い。ゲームロから EX マシンが確定、中足には確定します。これ立ってちゃダメなんですよね、あの位置、あの瞬間だけ JP みたいな。一応ねガードでダッキング効果確定するんですけど、はいはいはい、アホほどむずいので誰もやってないです。あ、これまずい、お互い押せない、減る、はい、ちゃんと飛んでる。ダドリバグるんですよね、あれくらうと。はいはい、あ、そうだ、そうあったね、違う、あれ食らうとボタンを押しても技は出なくなるの。それを解除するには技を食らうか自分がジャンプするしかなくて、そうだ、最速で上で一発したら空中ぐらいしてたっていう、すっかり忘れてくる。読み合いもクソもないんですけど、このカードそういうのあったんだ。そうです、旧基盤で置きます。だから新基盤でよくね。ダドリ強くなるんですけど、この位置うまい。さあ中盤で拾う、逃げたい、ネクロアッパーでかすぎて。この位置はもう、あーとカニでこじ開ける、もう一回ズーズーしいですね。いいですね。ワンムロしたら結構大変なことになりますけどね。まあでも死なないのでっていうあれなんです。死なないプラス、あ、ボタン押してる。だったりのところはやっぱそのスタンチの長さ、そうですね、明らかに長いので見た感じ結構ネクロとはその辺の相性はあったりしますね。さあこれは、はい、そうですね、総裁SA 使った分ネクロの方が精神的に気分もなりますね。そこでカニパン置いてるのすごいな。さあ屋根通す、コーク投げ、ドラッチェル前だパン、前だパン、ニューボいい屋根飛び、さああと1回引っ掛けるだけ。そうこれでね、スタン絡めないのがねネクロ苦しいですよね、こうなると。削り、さあ削りいく、コークスキル、まずはザービーじゃなくてイカマジンダトリー。あれガンガードしてるだけでもうネクロやることなくなるんだよな、あの体力ね。そうだよね、そう崩せない。さあでも偉いですね、ちゃんとネクロ戦やってるなこの人。あやっぱ待つ砂漠がやっぱすごい得意ですからね、イカマジン。さあこの位置、この位置は関係ないです、ダッドリ。さあ投げて画面端、ダート TC。 結局下がり気味の対戦になるので、ダッドリ側としては端を攻めることが多くなりますね。ただ後ろ歩きがね、ダッドリ早いのよな。これをどうこの時間を減らしていくか。さあ後ろ投げ、いやー暴れてる、暴れてるっていうか、まあ無理だな、あ、かくってはいないんだ多分。でもめちゃめちゃ不利なんですよ実は、中盤ダッキングって。はいはい、発生の早い SA とかだと確定するんで、実はバレるとだるいですね。返せるボタンはあるよと、うん、まあ、タムさんもね、ダトリや対戦相手としてはね、もう最高峰のダトリでやってますからね。うお、EX ショート入れ込んだよ、すごい。カラシャン効果はガードしてるのもすごいけど、ドリル、えらい。ファングは今のは中盤隠れそうだな、うん、いけそうですね。むずいけどね、あそこから中盤ダッキング入れるの。投げて、さあここはどうなる。この端キープしてるのがエレク、総裁 OK、 コークはガード、そしてエレク返す。それ打ちたくなるのすごくわかる。さあタムネクロが1戻す。さあイカマジンがキャラ替えできるが、このまま行くのがはたまた、これどうなんだろうな。ああ変えた、迷いないですね。ダッドリー号機号機な、ね、構成がダッドリーで敵殺せなかったらじゃあ号機でじっくりやろうかみたいな考えなのかもしれません。でもこのカードネクロからすると号機の方が嫌でしょうね。うん、めんどくさいと思う。まあスタンチは大ね、あの楽にはなった、捕まえた瞬間のフィーバータイムはこっちの方が楽しいと思うので。さあ100機投げ、あ、今日遠目の技潰されてもね、あとこれ食うぐらいリスクがそこまでないのでこの組み合わせは。
そう、足が線区がある以上ね、画面端の継続率がだいぶ確かにそれ怪しかったりするんだよね。中足波動メッパー確認してる。グラップして、あとはまあ冒頭にもお話した通り波動がきつい。うまい、空対空してる。ネクロで空対空してる。あんま見ない。端がきつかったり、あ、波動がきつかったりするので、その辺がいや、延長系嫌ですよねと。接近を嫌っていく。さあ第2ラウンド、むずそう。それ確定ちゃんと取るの。ただゴーキョもね、同義キャラなので、中距離の通常技の相性はネクロ悪くはないと思います。そうですね。ロテ、えらい、ここ引き中盤からエレク、ここで、そうですね、アシュラすごい前足で入れ替えてお前の家こっちっつってお前の家こっちっつって、すぎるだろ。すごかったね。まあ走るとこまで入れ込んでるんでしょうね、アシュラ見えた瞬間に。ただしここで SA2 本入ったので、ここはゲージメイクが鍵になりそうだが、くぐってる。ネクロでくぐれるんだ、すごいね。可愛い動きするけどね、ネクロのダッシュね。まあ、ダッシュの前進距離は長いですからね。さあこれは開始、エルク確定している。出してる。さあ出番届かない。うまい。ここはまあまあ、さあリスクリターンで考えるとゴーキの方が勝っている状況。ただしここでエルク溜まったことによって確かに状況は変わりそうだが、うおー、あ、歩いてくぐってる。いや逆にこれ圏内まであるな。これはもうエルク、もうこれ圏内ですね。ですよね。グラブ、あー、ワンブロから肘、エルク決めてリーチ迎えている。タムネクロ、これを受けてイカマジンどうするのと。ここでまたダットリーに戻すのか、はたまた豪気なのか、どっちが感触以下だと思うんですけど、もしくは第3出るか。いや豪気だよね。もう変えられません。豪気と心中することを選びました。俺はやはりこいつだと。地雷破殺、さあスタンチぐんぐん溜めている。うまいな。だからみんなみんなくぐるよね、くぐるよね今日ね。くぐんなきゃいけないんだろうね多分このゲーム。さあ、クルタケの竜巻が痛すぎる。ネクロッパーネクロッパー、ってワンブロー竜巻で画面端脱出。100機投げ通す。めちゃめちゃされてる。最後は歩き投げ、はい、立ち回りやっぱ安定しそうですね、動きの方が。そうですね、やっぱり飛び道具があるっていうのと、機動力は絶対に動きの方があるので。そうですね、これもうまい。さあこれ S さん絡みそうだが、状況によってはエレク、アシュラは SA を絡むと判定がね、無敵の判定がなくなってしまうというのがマスターのあります。あーっとこれ3リーチのままずっと続くが、まあワンヒットでいいんで、ネクロス3はどうもいいでしょうと。あんまり無理に追わないですね。なんならゲージを貯めたいなと。中足暴れ。さあこれ中足はでかいが、投げて豪作、下がる、豪作、キャッキャッ、おっとおっとおっと、ハドメッパ、ハドメッパ、これはもう使わ、あ、違うね、これでそう、取ってるからファイナル 2-2、やはり豪気っぽいな、これは。やはり豪気か。変わらず、まあ、キャリアでね、間違いなく動きが長いっていうのはあるんですけどね。人生のうち何年動き使ってるねんって話ですね。そうそう、人生何分のみたいなところありますからね、動きの方が多分。やっぱ突破力のダットリーと安定感の動きみたいなところなんでしょうね。うん、走り切れればやっぱ強いですか。まあ、ダットリーで勝てるんだったらその方が楽しいしみたいな。そんな感じでしょうね。走り切れれば強いので、ダットリーは。そう、あのキャラ乗っちゃうと恐ろしいからね、ほんと。でもその、頭をちゃんと切り替えれるのは強いところかなと思いますけどね。そう、頭の回転が速い証拠ですよね。上から上から投げて。あとね、イカマジンね、反応いいですよね。全般的に。さあ、上から
上ずっと上にいるとやっぱリスクがあんまないんだよな、この組み合わせ。そうっすね、ネクロッパ食らうしかでかいのないから、着地にエレクぐらいしかないんじゃないですか。そう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 、うん、そういうのもあってこれの可能性もあるな。さあしっかり時間をかけているこのファーストラウンド、まあ、相手にゲージはいっぱいあるんですけど、食らわなきゃいい。ああ体力逆転する、まずいかも。エレクまでしっかり積み上げてきたものが全力少年ぶっ壊してくる。85秒積み上げたんだよねさあエレクはこれは、うん、そうですね、間に合わない。さあ対空メッパ、おお、あーカスタしてる。まあまあ寝てくれたので OK でしょう。なんかコンボ職人好きそうな当たり方したね。さすがに追えそうにないですけどね。いって痛いなー。さあスタンチマンさながらに、あーとこでスタンする、やらかしてしまったネクラッパからエレモーということ